出陣じゃこいつらバレる気でいるだろ絶対伊達脇氏にも作戦を伝えるキノコ変なキャラ付けすんなお前それは僕に任せてもらおうキノコキノコブラザーズだ君の株も男子の中で急上昇することは間違いない欲しいのは女子からの好感度だけなんだわプライマルハーツうっせーうちの方が食べられる分まだマシだっつーのこれはあれかな主人公がいないことによるデバフがプラスデブがいることのデバフがかかってんのかもうデブブだねそれはなそうだねそのまま俺たちは力を合わせた成果を満喫した夜来たねちょっと夜が林間学校特にこういう山奥が舞台のところはメインなところあるからね聞こえるのは虫の鳴く声だけそう姿見せなければねいいんだよねあいつら見せびらかしてくるとちょっとグロテスクで殺したくなっちゃうんだけど音だけなら本当に綺麗なんだよその静寂を破るように集まってくる人影が一つ二つたくさん集まってくる何集まったでござるか皆の衆今この場にいる者には月下も天道もない志を持った男子があるのみもう大体予想つくけどねオスだけが溜まるとろくなことにならないからなああ今ばかりは二つの生徒会の遺恨を水に流し一致協力すべきであるという結論に達したからな僕も惜しみなくお前たちに力を貸そう遺恨持ってんのお前だけだぞ多分勝手に逆恨みしてるだけだよなんか体操着着たらめちゃくちゃ体つきとかバッキバキなのかなと思ったけど案外そうでもないね副会長もうちょっと胸筋出てもいいと思うよデブの方が全然脅威上だと思うけど死亡で知られた五名君を我らの軍師として迎えられたのは妨害の喜びこれで成功は間違いなし林間学校に集った男子にはやらねばならない定めがある男ならば引くことのできない戦いが林間学校こういう山奥でのお風呂ってさまあお風呂イベントでも決めつけちゃってるけどやっぱ大衆浴場みたいな感じなの？なんか俺が行った林間学校では大衆浴場みたいなところなかったけどね。時は今、この女子の入浴時間を持ってほかない。この二人は誰目当てなのかっていうところがポイントだよね。やっぱりデブがね、毎回こういうイベントにウッキウキワックワクなんだけど。見る対象は別に興味ないっていうかねそのイベント自体が楽しみみたいなところがあるからね問題は副会長が誰を狙ってるかだよねたまにゆずきと仲いいところまあ一方的にゆずきが絡んでいってるみたいな感じだけど副会長は若干ゆずき推しなのかなっていう部分もあるけどいざ参らん我ら男の戦いに出陣じゃこいつらバレる気でいるだろ絶対なんでこんな虫の鳴く声しか聞こえないところで大声出すの？また、ちょっと待った。あ、ここでね、紳士が止めに入りますよ、そりゃ。こんな時間の、こんな場所に、無理やり連れてきたと思ったら、よりにもよって覗きかよ。林間学校の夜、自由時間、やたらに真剣で、熱のこもった五名と、水乗りに連れてこられたら、これだった。泊まりがけの学校行事で、五名までテンションが変になってるんだろうか。いや、あいつは普段隠してるだけだよ。もう、ふつふつとね、ぶつけようのない性欲を溜め込んでるだけだからね。それ解放できる場所があったら、それは解放しますよ。立脇くんだって、風呂場を覗きたい女子の一人や二人がいるだろ。同じ宿に宿泊する今夜こそが、その絶好の好機だとなぜわからない。なんでこんな熱弁してんの、こいつ。そういう副会長はいるのかい？一人や二人。お前、そんなキャラだったっけ？もう初期のキャラは忘れた方がいいよ。いろいろいい方向でも悪い方向でも変わりつつあるからこいつは僕は生まれ変わったんだ今まで心の重しになっていた倫理という名の鎖をついに解き放ったのだよそのまま豚箱へどうぞさっき拾ったキノコ食ったからずっとこうなんだでもまあ面白いからこのままでいいかなってあキノコのせいねあびっくりした本性をついに表しやがったかと思ったらそういうことかキノコのせいって言っちゃえばねなんか女子の覗き見ても許されそうだもんねだよないつもの堅苦しいゴミよりこっちの方がいいもんなちょキノコって何そんなもんなんで食ったのそれはねとても美味しそうだったからなんだよ毒持ってるやつ大体美味しそうだけどね逆になんこれゴミじゃねえのってやつがめっちゃうまかったりするしねひょっとしてお前も食ったのかあ食ったのデブテンションがあんま変わらないじゃんだってニュートラルで変なキノコ食ってるってことお前スーパーマリオかよだってお昼のカレー失敗してさほんと腹ペコだったんだもんでもなんともなかったからねなんともなさそうなんだよねいつも通りにしか見えないてわけで女子風呂覗きに行こうかふーちょっと待ってお前3次元でも行けるようになったのかあそうキノコの悪影響が一番出てんのそこか2時から3時に行けるようになったとそれは進歩と言っていいんじゃないかバッチリでござるあー楽しみだな女風呂この欲望を解放したデブは誰を一体見たいんだろうねキノコにバッチリやれてるじゃん人格変わってるじゃんもう変わってないように見えるからな
親友の主人公だからこそ気づける一面だけどね。まあそれはともかく、立脇氏にも作戦を伝えるキノコ変なキャラ付けすんなお前キノコまで言うな、昨日ぐらいに収めとけ。あのキノコキャラクターとして名を馳せるキノピオですらキノコなんて語尾つけねえよ。あいつそもそも日本語喋んねえけど。それは僕に任せてもらおうキノコ。うぜえなキノコブラザーズだ。脳までやられてる。そう、拙者は知っているからね、立脇氏の並外れた運動能力を。君が石膏として外からの攻略ルートを切り開けば、この作戦の成功確率は跳ね上がる。そして君の株も男子の中で急上昇することは間違いない。男子の中で株急上昇して何が楽しいんや欲しいのは女子からの好感度だけなんだわ。チャンネル登録、最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画で、バイバーイ。